スペンサー・チャーチル第9代マールバラ公、チャールズ・スペンサー・チャーチルは、イギリスの貴族。第8代マールバラ公、ジョージスペンサー・チャーチルと、アバコーン公、ジェームズ・ハミルトンの娘、アルバータの子で、ウィンストン・チャーチルの父方のいとこにあたる。1892年、父の死により、公爵となる。あだ名は、公爵となる前に、サンダーランド博であったことから、サニーと呼ばれていた。 1895年11月、ニューヨークでアメリカの鉄道王、コーネリアス・バンダービルトのひご、コンスエロ・バンダービルトと結婚。ジョンと相場の二男を設けた。コンスエロの莫大な持参金で巨匠のブレナム宮殿を改装し、庭園を整備した。1921年にコンスエロと離婚し、同年アメリカ人の造園家、グラディス・メアリー・リーコンと再婚。グラディスは、 ブレナム宮殿の庭園の整備に辣腕を振るった。彼女とは子供はできず、二人は幸せな生活を送ったとは言い難かった。彼女は夫と食事中、自分の皿の陰でリボルバーを夫に向けて構えていたという。二人は離婚することなく別居した。ありがとうございます。